こんにちは、ライムです。ということで FF16 実況シャープ4やっていきたいなと思います。今のところジル回収して、まあ新たにね、おそらくラムーのドミナントと思われるシドと、出会って開口ということで、ワールドマップからシドの隠れ家に入るというところからいきましょう。現在その場所に移動することができません。あ、このビックリマークのとこか。ここは？ここ元いた王国だよね。今クライブがここにいるってことか。なるほど。で、この隠れ家に移動すると。OK。やっていきましょう。風の大陸中央部。黒の一帯と化した山岳地帯。あ、これが黒の一帯なんだね。黒の一帯って一体何なのか分かんないけど。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。説明してくれてる。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。クリスタルの力が枯渇してる土地ってことかな、多分。そういうことだよね、多分ね。不毛の大地っすな。ようこそ我が家へ。ってことはクライブここで戦闘になるとちょっときついってことだね。やばそう、空気も悪そう。でけえ。思ったより全然でけえし。隠れ家の割に隠れ家してねえ。あ、今モグがいたぞ。今モーグリいたぞ。まさか空の文明の遺跡か。遺跡使ってんのね。曲がりしてる。雨風をしのげるんだな。もともとあるとこ。使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。なるほど。そこで取れたんだ。水もウォーターとかで出せた。手間暇はかかったかな。うん、いけるのに。リンゴや。戻ったのね。凛とした女。タルヤ。タルヤ。その子が例のドミナント。また美人さん出てきた。意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。クライブが切りまくったからな。わかったわ。グッズ、手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。大金。飛び切り腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。全然なんか紹介も何のために連れてきたのかも説明されてねえな。シドという男。機能の紹介、エリアマップ、四角を押すことで表示されるエリアマップで隠れ家フィールドの地図を見ることができる。あ、これがここでミニマップが見れるんだね。なるほどね。画面には表示されないけどってことか。でもこれ分かりにくくね。ちょっと分かりにくいよな。よしよし、いっぱい食べたね。お、ベアラー。これもベアラーなんだ、やっぱベアラって。こっちは外に出る道よ。危ないから一人で出ていかないことね。オッケー。ってか喋りながらも視点切り替えできるな、今更だけど。シドの資質に向かうって書いてある。ってことはつまり逆へ行くってことだな、 RPG 的に考えると。なんだ犬っころ、またおやつかい。あお、トルガルはここに住んでるんだ。見ねえ顔だな。用がないならよそへ行ってくれ。うわ、職人かたぎのおやすさんなんだ。アイテム落ちてねえかな。地下牢があるぞ。地下牢どうやって行くんだこれ。
ここ？なんか捕らえられてる人物いんのかな。あんた新顔だな。うん。ここは牢屋だ。やましいことがあるやつにしか縁のない場所さ。寝てる。ここなんか後で来ることあんのかな。洗い場の修繕をしてくれたんだってな。ほんと助かったぜ。いいってことよ。それが大工の仕事さ。ベアラーってどういう意味なんだ。そろそろ奴隷ってことじゃないのか。欲しいんだ。ブラックソーンに相談してみたらどう。ん？鳥？ハト？鳥？やべ、エリアマップしっかり見とかないと全然わかんねえ。菜園？おお、君は新入りかね。ここでは植物の研究をしているのだよ。黒の一帯で植物を育てる技術があれば、隠れ家で自給自足できるからな。モーグリだ。モーグリがいるよ、みんな。食べてる。食べてんのかな、これ。頭のポンポンと同じ色してる。これが好物なんだ、きっと、モーグリ。今回のモーグリはどういう扱いなんだろうな。その頬の印、あなたもベアラーなのか。生まれながらの奴隷だなんて。ベアラーが一体何をしたというんだろうな。あ、やっぱ奴隷って意味で間違いないんだね。なるほど、これは奴隷の証なんだ。この果物酸っぱくて嫌だな。贅沢言わないの。ベアラーたちの町なんだな、これ。苦しい。この薬を飲めばきっと楽になります。ベアラーたちがどこかから多分逃げてきた。ベアラーたちが集う場所なんだ。解説してくれる人がやっぱ NPC が解説勝ちっていうね。でもよくよく考えたら RPG ってそんなもんか。あれ、これ順調に指導の資質に向かってんじゃないか。デブチョコボのとこって行ったっけ。行ってないよね多分。わ、指導の部屋行っちゃいそう。あ、こっちからも行けるわ。さて、あとは指導の部屋の片付けだな。てか指導だけ部屋与えられてる感じなのかこれ。お雷鳴がとどろき定めを知る。鎖を解かれし男は行く。いや、僕の歌はどうだい。また聞きに来てくれよ。無視して行こうと思っちゃったけど。なんだい。赤字の帳簿なんて見ても面白くないぜ。デブチョコボ、デブチョコボって書いてあったよな。おうおう、なるほどの。独り言にしては、あれ、ここ行けない。どうやって行くんだろう。どうやって行くんだろう。ここえ、どういうこっちゃ。ここじゃないのか。ここなんだよな、行き方がわかんねえ。どうやって行くんだ。なんか上なのかな。この上なのかな。ここだよね、この空間だよね。どうやって行くんだろう。なんか書いてあるもんね。厨房デブチョコボ。厨房デブチョコボ。あ、これあれか。なんだ、デブチョコボがいるんじゃなくて、あれなのね。ここが、この食、ここがそういうっていうところなのか。なんだ、別に意味はないのか。なんだ、デブチョコボがいるんかと思っちゃったぜ。いないのか。いないわ。名前がそういう名前の厨房というか、
食事どころなんだ、ただの。みんな食べるとこがそういう名前なんだ。はい。特にアイテム落ちてなかったです。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが、こいつがなかなかうまくいかなくてな。ちょっとした仕掛け。さて、クライブ・ロズフィールド、お前、あそこで何をしてた？ザンブレック公国軍のベアラーなんだろう？だとしたら、戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、およそそんなところか。そうっす。殺そうとして気づいた。察しがいい。なぜ彼女が？それで、あの子を助けるために仲間を切って、一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。察しがいい。さすが。さすが大将と呼ばれるだけはある。大した霊落ぶりだな、ロズフィールド卿。基本無口だな、青年クライブは。まあ、奴隷っていう身だからな、そりゃ。テンション高い人の方が珍しいけど。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ？どうもしない。自分の意思で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。まあそりゃそうだな。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。シドだったな。彼女のことを任せていいか。弟の仇を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。火の召喚獣に二体目がいた。噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた。めっちゃ聞き入った。だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの仇を討つためだけに生きてきたんだ。多分自分だよね。監視から逃れることができた。今しかない。これがきっと最後の機会だろう。最後の。気づいてないのか、なんか理由があるのか。ならもう少し。クライブじゃないのか本当に。仲間にはなれない。最後まで聞け。あのフードの人なんだろうけどさ、フードがクライブに乗り移ったとしか思えない。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしきやつがいると知らせがあった。本当か？どうだ、付き合うか？仇が見つかるまでだ。こうしてなし崩し的に仲間になるってことだな、結局。支度を急げよ。まあよくある展開だ。おお、支度に行きゃ誰かいるだろう。手を貸してもらえ。何、支度って何するんだろうな。さあ、大将の部屋にはお宝眠ってないかな。どこか、あ、なんかある。お人形さんが置いてある。謎のシドらしからぬ謎のお人形さんが。大広間なら下の階だ。ほら、支度してこい。なんだ、ただフラグ立てに行くだけでしょ、つまり。さて、あとはシドの部屋の方。大広間ってあれかな、この外のことかな。シドのやつ、前に教えてくれた料理の評判。
名前忘れた。 あんたグッズ、シドが連れてきた。グッズ、確かグッズと言ったな。記憶力いい。外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。さっきからばあさん言ってたな。ばあさんってこれか。取り込み中だし火事場が先だね。この奥にあるから。犬っころつってたばあさんだ多分。あ、さっきの職人かたぎの人や。待って、これを持っていくといいよ。鍛冶師のブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。うん、わかるじゃねえか坊主って言われる感じのやつや。多分一仕事したら飲みも。いいね。あんたがブラックソーンか。だったらなんだ。用がないならさっさと失せろ。シドとロストウィングに向かう。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。そういうことか。お、グッズから預かった酒、カジバにいるブラックストーンに届けるよう渡されたもの。癖の強い香りが特徴。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない、人肌脱いでやるか。どれ。ザンブレクのベアラーヘってのは愛も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ。ありものでこしらえてやるよ。どんな簡単にできるもんなんかね。あ、やっぱ自分でなのかな。装備の作成には素材となるマテリアル、強化にはそれを加えて元となる武器が必要となる。ここで素材使うんだね。作成するアイアンベルトプラス1。え、あ、長押しか。分かりにくい。装備するぜ。こいつは酒の打診だ。次回から素材はてめえで持ってこい。あざす、あざす。シドに振り回されんよ。せいぜい頑張んな。素材集めて装備作るのやっぱ RPG だよな。施設の更新とその通知。隠れ家にある施設はメインストーリーの進行によって内容が更新される場合がある。更新マークが表示されるので行ってみようぜってことだね。手短にな。何を作る。あ、凍った涙だ。やっぱ芝のあれもやっぱ素材なんだね。装備の強化、アイアンベルトプラス1、アイアンリスト。ハートってなんだこれ。体力のことかな。まあさすがにやっぱまだ特典武器の方が強いな。アイアンベルトプラス2にしてみようかな。どんな敵とも戦えるぜ。どんな敵とも戦えるぜ。グツと話す。おう、どうした。俺か。見てる通り俺鍛冶師だ。シドの頼みでこの隠れ家の工房を仕切ってる。ここに住むのと引き換えに鍋だの釘だのちょっとしたものを打ちながらな。黒の一体の中にあっては魔法を使わず鍛冶ができるのはシドの発明のおかげだ。分かったか。装備打ってほしいなら使う素材を持ってこい。それ相応のものをこさえてやるよ。あ、やっぱシドって。シドと出かけんだろう。さっさと行きな。どのシリーズでもやっぱクリエイターなんだな。発明家なんだ。としたら飲みに行こう。いいね。だったら片付けしまおうぜ。助かったよ。装備が整った。整いました。そう。よかった。着いたぞ。もう少しだ。親分肌の男。また新キャラか。お、なんだ、弱ってる人も来たぞ。おい、その辺を開けてくれ。なんだ。
やれ、今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。あっちをお願いとは。まったく、なんだって言うんだ。こんな彼らは何もない床に寝せて、ザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が変わってひどい扱いを受けていたようだ。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。頼む、急いでくれ。タルヤって最初のお姉さんか。あの医者のことか。上？あ、いた。立ってるし。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広間に。本当に何もない、ただ床に寝せてるだけ。本当に床だよ。せめて何か敷いてあげればいいのに。これで大丈夫ね。布の質感やべえな。患者を医務室に運んで。今日は大忙しだわ。魔法が使えないからな。普通の、まあ、手当て的なことなんだろうけど。大変だね。そうなってくると。ひどい傷だとさ、手術とかも多分どうなんだろうね、この世界って。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が。今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどいときもある。お前さんか。シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。オットー、ここのことなら何でも聞いてくれ。オットー、出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。オットー、オットー。ならカローンばあさんだな。声をかけてみろ。ばあさん、ばあさん、うるせえな、ここの住民。そうする。多分あれアイテムショップだな、おそらく。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。さあ、クエスト解放。なんか新しい機能来たな。なんとなく、要はお使いだな。報酬ゲットできるぞ。メインストーリーの進行状況に加え、最大3件までのクエスト進行状況を確認できる。またメインメニュージャーナルで受注達成したクエストの確認ができるぜ。シドの隠れ家にある施設の解放。ハルポクラテスの備忘録、オーケストリオン。これらの施設の場所は四角でメディアマップが確認できる。助け合いか。あんたがカロンか。いくらか道具を融通してほしい。やっぱアイテムショップだ。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ、新エリ。クライブだ。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。ああ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。ここでも金は通貨なんだね。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。さて、道具が入りようなんだろう。何が欲しいんだい。ここまで1ギルとか2ギルぐらいしかゲットしてねえんだけどな。金全然ないはず、多分。ブロードソード弱いです。まあ特に買うもんないかな。もうカンストしてるしね。特に買うものないっす。
ていうかギルどこで見るんだ。あ、516ギルって書いてある。こんなところか。どうも。お、どれがある。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。めっちゃ懐いてんな、ばあさんに。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。小袋なんだあれ。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。口ではこう言うけど、多分このばあさんめっちゃ優しい人なんだろうな。あの緑マークがクエストなのかな。異質な音なんだ。なんか怪しいなと思ったけど。え、アリアレテストーン。仮想の敵を相手に戦闘のトレーニングすることができる。またメインストーリーの進行によって様々な効果が追加されていく。アレテストーンはクライブだけが体感できる特殊な空間である。ここで経過した時間は一瞬に過ぎない。精神と時の部屋ともちょっと違うか。トレーニングを開始します。やってみよう。なんだこれ、読めねえ。全然読めねえ。トレーニングの遊び方。戦闘に関する練習することができる。あれでゴブリン経験値もらえない。ああ、攻撃が見えるわ。何してるのかが見える。これタイミング、終わらせるタイミング、自分で終わらせるのかな。これどうやって終わるんだろう。これ違うね、違うね。で違うね。あれ待って、トレーニング終了あったな。三角だ。なるほど、なるほど。まあ、解放されてから来よう。支度はまだできてねえっす。クエストやりてっす。また出かけるのかい、シード。モテる男は忙しいのさ、カロンばあさん。そういうことにしといてやるよ。行くぞ。シドは双剣使いなんだね。まだ行きたくねえっす。お、よかった、まだ動けそう。新たな目的地へ移動するにはワールドマップから移動する。出口へ触れることでも表示される。 OK。とりあえずちょっとクエスト見てみよう。騒がしかったわね。鍋の火加減。あんた新入りだな。いいところに来てくれた。料理長のケネス。厨房が忙しくて手が足らなくてな。ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。そんなこと。もちろん。そんなこと。ただでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。なんだ。手伝う。500ギル。全財産の2倍だぞ。あんたの名は。やべえ、クライブだ。所持金の2倍はやべえ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は3皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。これまさかミニゲーム式じゃないよね。温かい料理か。あ、大丈夫だった。口にしてなかったな。え？料理を置く。食事を持ってきた。お、もうできたのか？
うまそうだ。ありがとうよ。あんた新入りだろ。謎食え。早速ケネスのやつにこき使われてるんだな。まあ正直な2倍ももらえるんだったらそれは頑張っちゃうよな。精が出るこった。頑張れよ新入り。めっちゃ赤字ってたな。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。これは感情移入作戦だな。感情移入させるためのお使いだこれ。え？あともうどこだ？3皿届ける。上？あ、上か。上にもあったな、それ席が。なんか今までの顔の感じが違うな。畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ、ありがとう。全然食べる気ねえ。ケネスのところへ戻ろう。おお、運び終わったか。ありがとうよ。料理を運んだ先の客は全てベアラーだった。ここではベアラーが人と同じように暮らしているのか。ああ、そうさ。この隠れ家はそういう場所だからな。ベアラーってのは外では奴隷みたいに扱われる。自分から話すことも飯を食うこともできない。もちろん温かい飯なんてありえねえ。ちゃんと説明してくれる。やっぱりこの隠れ家じゃ自分の意思で話して自分の意思で飯が食えるんだ。それだけでもここに来た甲斐があるってもんだろ。さて約束通り打賃を渡そう。そこの箱の中身を持っていくといい。今後ともよろしくな、クライブ。おっと、チョレーチョレー。え、なんか経験値もらえんじゃん。一緒に経験値もらえてる。うわうわ、こんなにくれんの ?3 皿運んだだけで。チョレー。さまざまな場所にある宝箱。これ宝箱扱いなんだね。これ、蹴った。守りの起床。なんかいっぱいアイテムもらってるけどね。なんだ守りの起床って。アクセかな。あ、これか。防衛力が10上昇する。うん、まあいらん、まあいらんかな。エリアマップ、あ、なんかまた最終クエストがある。ダルメキアと鉄王国の戦は凄まじかったらしいな。モーグリがいたとこかな、多分。ベアラーモーグリイベントが発生するのかな。今回保護できたベアラーはあの二人か。怪我をしてたわ。早く良くなるといいけど。会話変わってる。あんた新入りか。またシドが拾ってきたみたいだな。子供に犬にベアラーに。シドは何でもお構いなしさ。優しい、優しいんだ大将は。こんなとこに裸のやつ。やれやれ、関係なかったな。裸のおっさんだ。足らなくなっちまった。おお、あんた。ちょっとハゲ気味だ。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか。どっから。わかった。おお、引き受けてくれるか。壁の修繕をしているところでな。手が離せなかったんだ。何もしてないように見えたけど。大仕事か。空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。
空の文明ってなんだ。だからこうしてこまめに修繕したくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ。木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。どこだ。すまないな、頼んだぞ。その場所教えてもらってね。わ、ちゃんと画面に表示されてる。ここは優しいな。どうやって行くんだろう。さっきの火事場の近くかな。あ、ここか。ちょっといいか。修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロワ親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。これ一人で持ってくの大変じゃね。この量大変じゃね。助かるぜ。ありがとな。これしんどくね。これだな。さて、あの大工のところへ。すごい、さすがファンタジー。減った気がしないぜ。画面では全く減ってなかったが、今これ多分、クライブが一生懸命運んでます。みんな脳内保管してください。これ多分ちゃんと持ってる。クライブがエホエホしてる。エホエホ持ってきたぜ。た、大変だったぜ。修繕用の木材をもらってきてくれたかい。涼しい顔してるけど大変だったんだぜ。これでいいのか。そうやって渡すようなもんじゃなかったと思うんだけど。おかげで修繕がはかどるぜ。この辺はやっぱ遺跡の中さすがに簡略化されてるか。危険に思えるが。確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。まあね。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入り用だろう。これを持って行ってくれ。一切居住区は見えなかったが。礼など。いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。何くれんだろう。素材かな。あ、素材か。経験値5。メテオライト、ギル虫？換金専用のマテリアル。バリスゼアに広く生息する甲虫で治療薬の薬、素材に使われている。子供たちの小遣い稼ぎに採集することからこの名がついた。へぇー。とりあえず OK かな。備忘録ってなんだっていうか。施設の備忘録、何するかってこと。今回保護できたベアラーはちょっと今行ってみるか。どこだっけ。あれか、あの本読んでたやつか。騒がしかったわね。違った、うちじゃねえ。使えるのか。老人。お主は見ない顔だな。新入りかね。オスクライブだ。はじめましてクライブ。わしの名はハルポクラテス二世ヒペルボレイオス。なんかすごそうだなこの人。ハルポクラテス二世ヒペルボレイオス。絶対覚えらんないから。絶対僕かもし。ああ、正しく呼べる者がおらぬのでな。皆からは語り部と呼ばれている。ハルポクラテス。わしはバリスゼアの歴史と習俗に興味があっての、あらゆる知識を収集し書き留めておるのだ。ほう。しかしここでは得られる知識も限られる。仕事のいとまにでも世の中の様子を教えてくれるとありがたい。その時はこのハルポクラテスの備忘録にしたため、いつでも閲覧できるようにしておこう。なるほど。キングダムハーツでいうところの地味にメモかな。新たな視点を得られた気がするぞ。キーワードを確認することができる。知識の積み重ねが、わ、やがて大きなものとなる。わ、すげえ。FF してる。何について知りたいのかな。めっちゃ FF してる。最近登場したキーワード、黒の一体。
土が黒く染まり植物も枯れ果て、その地では魔法も使えなくなる。近年バリスゼア中に急速な広がりを見せており、故郷を失った難民や住処を追われた凶暴な魔物が増えて各国で深刻な問題になっている。ベアラ、バリスゼアで奴隷として扱われる存在。クリスタルを用いずに魔法を発言できるため動物として刺激されている。あ、そうなんだね。生まれながらに魔法が使えるからこいつ便利だぜ、奴隷にしてやるぜみたいなことか。国によって徴収され、その目印の方に刻印が施されている。長い歴史の中でそれが常識として深く根付いており、ベアラが救いを求めるようなことはない。そうなんだ。犯行とかありそうなもんだけどね。召喚獣、尋常ならざる力を宿した神に近い存在。ドミナントと呼ばれる媒介者が権限することで移せ、現世に姿を現す。これなんか違う言い方あったような気が。移しようか、移しようなのか現世なのか。一つの召喚獣に一つの属性魔法が宿るとされ、各国の年代記によれば8体の召喚獣の名を確認できる。しかしその全ての姿を見たものはなく、詳細明らかになっていない。なるほどね。一応やっぱ8体っていう決まりがあるんだね、一応。ただそれ以外にももしかしたらいるかもしんねえぜっていうことだ、きっと。ドミナント、召喚獣に権限する力を持つ者。見た目も思考も人そのものだが、人知を超えた圧倒的な力を持ち、魔法も使いこなす。信仰の対象として崇められる一方で、兵器として戦場に投入されることも多く、恐れを抱く者も多い。なるほど。携帯型のクリスタル。マザークリスタルが削り出されており、基本的に国から支給されるが、ベアレア罪人など所有自体を許されていない。人々にとっては大変貴重なもので、専用の容器に入れて肌身離さず持ち歩くのが一般的。マザクリってそういえば、あ、見たか。いくらでも使えるのかな。クリスタル、魔法を使う際に用いる道具。大地からエーテルを吸収し、用途に応じた属性の魔法を発言することができる。バリスゼアでは生活に欠かせないものとして重宝されており、国の管理下による。魔法を使うたびに劣化、最終的には粉々に。やっぱあるんだね、使用限度が。設置型クリスタル。町の井では家事の炉に使われるので規模が大きい。そのため個人使用はほとんど認められておらず、主に国が管理している。エーテル、魔法の発言時に使われる大地の生命力。この消費量は魔法によって異なり、広範囲に影響を及ぶ高度な魔法ではより大量のエーテルが消費される。例えば携帯型のクリスタルで調理の火を起こすことに対し、設置型のクリスタルでは火事場の炉に火を灯せばその分エーテル消費も多くなる。ナイトの称号。あ、フェニックスの祝福とか知りたかったんだよな。ナイトの称号、特に高い実力を持つ者に与えられる証。召喚獣フェニックスのドミナントを守護するという栄誉を授かり、フェニックスの祝福を受けることで召喚獣の力を一部貸し与えられる。クライブがジョシュアから受け取った力。フェニックスのドミナントは選んだ者に自身の力を分け与えるリジュバネーションという能力を持ち、力を与えられた者はクリスタルなしでも火の魔法を使用できる。ロザリア公国では対抗であるドミナントが自身の守護者たるナイトに祝福と称して力を与えるのが習わしい。ああ、やっぱそうなんだね。選んだ者と、まあこれ多分あれなのかな。フェニックスのドミナントって書いてあるけど、他のドミナントじゃできないのかな。魔法、大地のエーテル具現化させたもの。クリスタル媒介に発現するほか、ドミナントやベアラは自身の力で使用できる。火、水、風、土、氷、雷、光、闇の8属性が基本となり、属性を伴いない魔法もわずかに存在する。バリスゼアの人々にとって生活を送る上では欠かせないものである。わ、いっぱいあるな、いっぱいあるな、用語辞典。フェニックス、はるか昔炎の民と呼ばれた者たちの血筋に力が宿るとされ、ロザリア公国では対抗権に代々のドミナントが生まれている。大陸歴860年のフェニックスゲート襲撃以降、その姿を見た者はいない。芝、氷の召喚獣であるジルワリックが権限した姿。驚異的な氷魔法の使い手であり、地形を変えるほどの力で戦場の兵士を恐怖に陥れた。ファイトエン、土の召喚獣でダルミケ峡谷の風獄プカが権限した姿。その拳は鋼より硬く、大地すら砕くことができ、タイタンを受けば数百の大隊以上に戦果が上がると言われている。
代々のドミナントはダルメキア人に多く生まれ、その度に最大の戦力して軍に取り上げられた。同時に何体も生まれるのかな。そういえばモルボルシュ、植物の魔物、口から吐き出される臭い息はモルボル特有の分泌液によってこの世のどんな生物にも似つかぬ匂いしている。温暖な気候と水気を好むため湿地帯に生息するものがほとんど。広告属領ロザリアに記録が残るが、風の大陸西方の島にも植生があったと言われてされている。チョコポ、はるか昔から人との共生関係を築いてきた鳥の魔物。バリズデアの人々にとって馬としての乗用をはじめ馬車の牽引や農耕食用など様々な役割を与えてきた賢い魔物だが、認めた相手以外に決して懐かず野生で襲いかかってくる種もある。ギサールの野菜が好物。ストラス、あ、殺されたフクロウさんだ。他者の思考を伝達する能力を持つ鳥の魔物。額の石に思考を乗せたエーテルを一時的に蓄え、そのエーテルを他者に浴びせることで思考を伝達している。主に王国貴族が各地の主要な施設が連絡を取り合うために用いられる。機密性が高く急を要する知らせに最適。まあこれさえ散ったけどにゃ。登場人物、ああこんなにもういたっけ、こんなにいたっけか。ジル、クライブの幼馴染である召喚獣シバのドミナント。鉄王国に属するドミナントとして、二崎峡谷のダルメキア峡谷のタイタン、そして自身の暗殺を狙うクライブたちと戦った。クライブの離反による暗殺を免れるも、激しい疲労により意識不明となる。ロズフィールド大国へ見寄せる北部諸国の狩猟の娘。兄弟のような間柄か。なんだ、恋人ではないのか。恋人ではないのか。トルガル、太后エルウィンが北部遠征中に遭遇した狼の群れの生き残り。エルウィンに保護され、その後息子クライブに与えられた。それ以来クライブの良き友となる。クライブの相棒であるコウコミ。なるほどね、行き分かりでここで再会したと。13年間離れ離れになってクライブのことを忘れる。再会後は行動を共にする。アンブロシア、ロザリス城ので生まれ、クライブの愛情を受けて育つ。主人であるクライブにはとても忠実だが、慣れない点に対して警戒や不満を丸出しにすることがある。襲撃を受けたフェニックスゲートで行方不明となる。やられてたからな、普通に考えると死んでそうなものだが。ベネディクタ、本名はベネディクタ・ハーマン。国王の側近としてジルニトラトリテで行われたダルメキア共和国との会談に参加した。ダルメキアのドミナントである風獄プカと親しげな様子を見せるね。おっぱじめそうな雰囲気だったもんね。シド、強力な雷の魔法を操る。まだ多分ん、同盟国ウォールド王国の軍人ベネディクタと関係を持っている。ふえいたね、このイケメン。騎士長、ウォールード騎士長、国王。本名はバルナバス・ザルム。その佇まい、威厳と風格を漂わせ、対峙する者に威風を感じさせる。カローンバーさん、隠れ家に出入りする商人、グッズを、これなんて読むんだろう。シリアにもちもちをさせている。商人としての売りは確かで、金さえ払えば入手困難な代物でも必ず仕入れてくる。右目には高価なガラス玉を義眼として埋め込んでいるようだ。タルヤ、シドの仲間の一人。黒の一体に隠れ家の一種として人々の治療に当たっている。本名書いてないんかな。あー、やっぱ別に、あれだね、なんかビックスとウェッジなのかなと思ったけど、そういうわけでも別になさそうだな、これ。アナベラ、太后エルウィンの妻でクライブとジョシュアの実の母親でもある。キーが高く身分や立場を重んじる。幼いジョシュアに愛情を注ぐ一方で、着難のクライブや北部から来たジルのことは快く思っていない。血のつながったいとこである太后エルウィンとの間に子をなした。その実ドミナントの血統は己にあると確信し、密かな野心を燃やしていた。
同盟関係にあったザンブレク公国と密通してフェニックスゲートに足をかけさせた事件の首謀者。最低やで、この女。絶対ぶち殺してやる。ワイバンが所属する暗殺部隊の隊長、ダルメキア共和国と鉄王国が激突した偽警告において、極秘任務である芝のドビナと暗殺作戦に展開したティアマットの名は作戦時に使用する偽名、真の名を知る者はいないが、貴族の落とし子のとの噂もある。あ、これだ。火のドミナント。やっぱこいつなのかな？フェニックスゲート襲撃事件の最中、突如クライブの前に現れた男、弟の女子を殺した2体目の火の召喚獣ドミナントとしてクライブが行方を追い続けている。この辺わかんねえんだよな。この人がなったのか、この人がなんか乗り移ったんじゃねえかなっていう気もするし、むずいわ。そんなとこですか。あ、竜騎士がいる。竜騎士、ザンブレック公国に属する精鋭兵。長槍自在に振るい、高く跳躍しながら戦うのが特徴。軍で特殊な訓練を受けた者が任命される。ザンブレックではドラゴンが女神グエリゴールに仕えたという伝説から聖獣と定めており、戦場で空を駆ける精鋭兵に竜騎士の名が与えられた。別に竜騎士を殺すみたいな人ではないのか。はい、そんなところでいいですかね。知りたいことがあったらおいで。ということで、第3回はここまでで終わりたいと思います。これも肥料に。次回はワールドマップからね、グレートウッドということで、多分新しいダンジョンになるんじゃないかなと思いますので、まあ、次回はバトルも楽しんでいきましょう。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひ次回の動画もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。